その後横浜 FC へ移籍し4年間在籍。2014年川崎フロンターレへ完全移籍。川崎フロンターレではプロサッカー人生で最も長い5シーズンプレーし、通算81試合1得点。その後ヴァンフォーレ甲府、レノファ山口でプレー。合計5つのクラブで活躍し、今年3月に現役を引退されました。大きな怪我が何度もありましたが、その都度人間としても成長し、いつも大きくなって帰ってきた選手。1対1の守備が最大の武器で、相手チームに能力が高いフォワードがいると1対1の攻防が見れることにワクワク感を教えてくれた選手です。力強いボールダッシュにいつも轟きは大きな拍手に包まれました。いつか轟きに帰ってきて、秋との1対1が見たかった。竹岡優斗の新しい人生がスタートします。お疲れ様でした。たくさんのワクワクをありがとう。引退おめでとうございます。それでは竹岡さん、サポーターの皆さんへご挨拶をお願いします。皆さん、ただいま。感謝したいと思います。僕自身このフロンターレで、守備で、スタジアムを沸かす人間になるなんて思ってなかったので、本当に今思い返してもすごく素晴らしい思い出です。みんなが 僕自身の1対1で湧いてくれる瞬間が本当に好きでした。そういった文化を驚きに自分スタートで根付かすことができたのは本当に幸せに思います。少しこれからの話をしたいのですが、僕自身、一般企業に勤めてます。また違った新しいチャレンジをしていこうと思うので、これからも応援してほしいと思います。その企業は、僕自身膝を4回手術していることもあって、セルソース株式会社という再生医療の会社です。たくさんの人々の手助けになりたいと思ってその会社に入りました。形はまた変わるかもしれませんが、皆さんも少しでも手助けされればと思うので、これからもよろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございます。それでは、ラストメッセージセレモニーの準備をお願いします。それでは、轟きでのラストシュート。